今回はハイブ5周年を記念して登場した4つのパーティーハットの入手方法などを解説していきたいと思います。パーティーハットとは、ハイブサーバーは2018年10月16日に正式リリースされ、今年は5周年記念日が近づいているということで、それを記念にした新たなイベントが登場しました。このイベントでは、おそらく日本時間10月17日午前9時までに3つのパーティーハットと5周年限定ハットがもらえ、合計で4つ無料でもらえます。帽子の入手方法、1つ目は日本時間10月5日午後11時頃に登場しました。ハブスポーン地点の後ろにあるテレポーターを通り、クエストマスターに話しかけましょう。すると一番上に5周年記念のスペシャルクエストが登場しています。これをタップして挑戦しましょう。このスペシャルクエストは13個のサブクエストをクリアする必要があります。攻略方法は3分14秒から解説したいと思います。スペシャルクエストをクリアすると、1つ目のパーティーハットとなるブルーパーティーハットが獲得できます。またこのサブクエストは1つクリアするごとに20クエストポイントもらえて、すべてクリアすると合計260クエストポイントもらえます。このスペシャルクエスト、私は2時間半かかりました。結構大変ですが、限定のハットや260クエストポイントがもらえるお得なクエストなので、ぜひ挑戦してみましょう。2つ目のピンク色のハットは10月9日から入手可能となり、日本時間だと10月9日の午前9時からスタートとなると思います。このハットはハブのランダムな場所に出現し、新しい時間が始まるたびに5分以内にこの帽子を探して集める必要があります。詳細についてはよくわかりませんが、ハブに出現した NPC をタップすると5分間のタイマーが始まり、ランダムに出現したハットを探したりするのかもしれません。3つ目はハイブ5周年記念日の10月16日にログインするともらえます。日本時間だと10月16日午前9時から10月17日午前9時までの期間にログインすればいいと思います。4つ目、先ほど紹介した3つのパーティーハットを全て入手すると、4つ目の5周年記念ハットが入手できます。このハットだけどんな見た目なのか公開されていないので、非常に楽しみです。まとめてみるとこのようになります。この計4つのハットは、おそらく日本時間10月17日午前9時まで入手可能です。5周年記念は他にも、5周年記念は限定ハットだけではなく、コスメキックが手に入る D-Day コンテストの開催も始まりました。このコンテストでは、ジャストビルドでケーキに関する建築をして応募に参加することができます。参加者全員には特別な報酬がもらえ、20人の勝者には追加で特別な報酬がもらえます。これは有料アイテムのマウントやハットがもらえるかもしれませんね。詳しくは公式サイトをチェック。また今後数週間以内に公式ディスコードサーバーで大きな特典が用意されるそうです。これは定期的に開催されるプレゼント企画のギブアウェイで、マウントなどが無料で手に入るかもしれませんね。これに参加するにはディスコードアカウントとゲーマータブをリンクする必要があります。こちらの動画の4分20秒頃からリンクする方法を解説しています。スペシャルクエスト攻略方法、スペシャルクエストはクエストマスターから受けることができ、このクエストを受けているときは通常のクエストを受けることができないので注意しましょう。このクエストは13個のサブクエストをクリアするといったもので、日本語訳したものがこちらです。全ミニゲームのクエストが登場しています。左に書いてるこのアルファベットはコマンドで使用するミニゲームのコードで、例えばトレジャーウォーズに素早く参加したいときはチャットでスラッシュ Q スペースウォーズと入力してください。またゲーム中などでクエストの進行状況を確認したいときはチャットにスラッシュクエストと入力してください。ということで、それぞれのクエストを攻略していきましょう。これはマップ中央のジェネレーターから出現するエメラルドを20個取るクエストです。個人的にはメガモードがおすすめです。これはスカイボーズに出現しているダイヤモンド鉱石を20個掘るクエストです。メガモードがおすすめです。マーダーミステリーで出現するコインを100枚取るクエストです。これは少し時間がかかると思います。コインが取りやすいおすすめのマップはキャッスルタウンの中央です。これはジャストビルドを3回プレイするだけなので簡単ですね。素早くクリアしたい人はスラッシュ Q ビルドでソロモードをプレイしましょう。ゴールドは相手の旗を自陣にキャプチャーしたりキルすることで稼げますので、積極的に攻めましょう。ゴールドを稼いだら武器やアイテムなどをショップで購入し、ゴールドを消費しましょう。
ブロックドロップのマップに出現するパワーアップを10個取りましょう。なるべく広いマップのアビスやベダントがおすすめです。これは自分がハイダーとして生きている状態で、他のハイダーが一人倒されるとカウントされます。自分が強いと思う場所で隠れましょう。最低でも3試合はプレイする必要があります。グラウンドボーズで20キルしましょう。アイテムのインポスターなどで大量キルも狙えますね。デスランのネザーゲートを35回くぐりましょう。チェックポイントが少ない新セウェーブはおすすめしません。10個のマップをクリアしましょう。1回も死なずにマップをクリアすると2回クリアしたとカウントされるので、自分の得意なマップにしましょう。ブロックパーティーで15ラウンド生き残りましょう。アイテムを取らなくてもクリアできると思います。ブリッジで3回プレイしましょう。ソロではスキルベースマッチメイキングというものがあり、参加するのに時間がかかるので、チャットにスラッシュ Q ブリッジハイフンデュオと入力してデュオに参加した方が早く終わると思います。このキャッシュカウというのは、マップに3体ランダムな場所に出現し、タップすると強力なアイテムを落としてくれる牛です。このクエストは特に時間がかかると思います。おすすめのマップは SG4 です。22箇所の中から3匹のキャッシュカウがランダムに出現します。場所がわからないという人は、海外の有志の方が作ったこちらの動画を見るのをおすすめします。キャッシュカウの場所が紹介されていて、概要欄にリンクを貼っておきます。以上がハイブ5周年記念限定ハットの解説でした。今回紹介した4つのハットは、日本時間10月17日午前9時まで入手可能だと思うので、お早めに入手しておきましょう。このイベントが終わったら、そろそろハロウィンイベントが登場するかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。